こんにちは。今回はヤヌークメンズベーシックデニムの徹底解説をしていきたいと思います。この動画ではクラシックストレートベンのご紹介をしていくということで、ヤヌークメンズデザイナーのマサさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ご紹介の方をお願いいたします。はい、ベンの方の、シルエット説明させていただきます。で、ベンっていうのがちょっとヤヌーク内は異質なところで、ヤヌークの中で唯一、クラシック、ちょっと懐古主義というかクラシックスタイルに重きを置いたシルエットになります。で、これはどうやって作ったかというと、それこそヴィンテージデニムアドバイザーの藤原さん、はいはい、ベルベルジンの藤原さんのもとで、まあ、これは加工ではなくてですね、いろんなヴィンテージのパンツをサンプリングさせてもらって、まあ、いいとこ取りをして作ったクラシックストレートというところで、作っております。ただヴィンテージのパンツそのまま作ってしまうと、まあ、レプリカとか復刻みたいな形の作り方になってしまうんですが、まあ、ヤヌークならではのすっきり見えしたいいところは残して、改善するところは改善した今っぽいクラシックストレートという形で作ってます。じゃあ実際に履いてもらってる具志堅くんのやつを見てもらいたいと思います。はい、じゃあ、早速見ていきましょう。ベンの大きな特徴でいうと4つありまして、1つがウエストのライン、もう1つが股グリですね、股グリで、もう1つがレッグライン、要はシルエットですね。で、もう1つがレングス、股下の長さになります。じゃあ具体的にまず1つ目ウエストのところですね。ヴィンセントのところで説明させていただいたこの V 字っていうウエストラインにずっとこだわってきたんですけども、このベンは、どっちかというとクラシックなスタイルなので、平行ウエストって言われるようなあんまり V がついてない地面と平行にライン取りされたウエストっていうのが1つ特徴になります。で、もう1つライズのところですね。ライズのところでは、ヤヌークのラインナップの中では最も深い古着のようなしっかりした股グリっていうのが特徴になってます。これによってホールド感があって、まあ、いわゆるクラシックスタイルっていうのが作れるような股グリになってます。で、もう1つがレッグラインですね。ここからこのレッグラインのところなんですけども、これがヴィンセントやニールっていうのはテーパードと言ってたんですけども、こちらの方はストレートレッグになります。で、このレッグラインの特徴で言いますと、テーパード、ストレートレッグ、パイプドステムっていう形がありまして、まあ、テーパードがいわゆる先細りの細いタイプから、パイプドステムっていうのが膝からストンと落ちたタイプでして、ストレートレッグはその間みたいな捉え方でイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。で、このストレートレッグで、もう一つの特徴が股下レングスですね、を今回72センチにこちら設定しております。で、その他のシルエットは76センチなんで4センチ短いっていうことが、じゃあツンツン店に履くようなのかっていうと、そういうことでは実はなくてですね、先ほど説明しましたライズが非常に深いものになってまして、レディースはどっちかというとハイライズと呼んでグッと上に上げていくんですが、メンズの方ではライズの深いものをどん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 上に合わせるっていうよりかは腰で定位置にして、それがロークロッチって言いまして、ここのことクロッチって呼ぶんですけども、これが下に下がるスタイル、これがベンのスタイルになります。なんでロークロッチ分ここが下がったので、その分レングスがこう下に長くなりますんで、その差寸をカットした分が72センチという形になります。なので他のシルエットと履いた感じで言うとレングスは同じような印象になるかな。なんで僕らが理想としてるのはこの程度、ワンクッションぐらいつけて履いていただくのがベストかなと思います。で、この4つの特徴とは別に、クラシックスタイルを作る上で一番心がけたのが脇直って言われる、いわゆるこれちょっと専門用語なんですけども、いわゆるヴィンテージのジーンズに見られる形なんですね。で、これ何かというと、よくヴィンテージのやつ、セルビッチって耳付きのやつがあるじゃないですか。あれに分かるようにパンツのここが直線で作られてるんですね。なので生地の耳、生地端を使うことができるっていうことなんですけども、ここで作ることでどうなるかっていうと、パンツが要はもともとはアメリカの作業着と作られたんで、こういう動きに対応したパンツになるんです。なのでこの脇直のものを作るともうちょっとだけ足広げれる、このスタイルが落ち着いたパンツが脇直なんです。
で、ちょっと比較で話させてもらうと、いわゆるスーツの下であったりチノパンとかトラウザーと呼ばれるもんっていうのは、足閉じてこの立ち姿が綺麗に作ってるのがそういうふうにドレスパンツの形になってますんで、うん、この大きな2つのシルエットが違うっていうことを説明した上で、これは脇直ですよ。で、脇直なんで動き分があるっていうのと、ジーンズ創設期に作られたクラシックなスタイルっていうのが作りやすいものになっております。以上が、ベンの説明になります。個人的にこういう王道のシルエット、王道のストレートシルエットってやっぱりあの足元選ばなかったり、あとトップスもどんなんでも合わせられるっていうので、まあ、すごい万能なんですよね、なのでそういった意味でも僕個人としてはあのヤヌクベーシックのラインナップで一番このベンが好きなんですよ。まあ、世の中でいう最もジーンズらしいジーンズみたいな形やね。そうですそうです。なんで結構うちのラインナップの中やったらインチアップとかインチダウンとかっていうことが一番似合うモデルかも。そうですね、僕もあの2インチアップで、あの履いてるベンも持ってたりするので、あのそういった履き方もすごいおすすめできるシルエットかなっていうふうに、はい、思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。あのこちらのベンに関してはあのヴィンセントよりももうちょっとあのクラシックな、あのシルエットがお好みの方におすすめしておりますので、あのぜひこちらもチェックしてみてください。でこちらの方もあの今回の動画の中で説明させていただいた中で、まあ、こういうことも追加で聞きたいなとか、こういうことを教えてほしいなということあれば、あのコメント欄に書いていただけるとお答えしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい。はい、じゃあ実際に